おはようございます。本日紹介するのはこちらのバックパックです。ケシュア FH900 14+5リットルです。重さは 350g で超軽量モデル、ファストハイキング用としてデザインされ、激しい動きにも対応できるバックパックです。それでは詳しくご紹介いたします。まず一つ目の特徴ですが、バックパックとして大切なフィット感を向上するために、より体にフィットするように作られたこちらのショルダーストラップ、チェストストラップが2つ搭載されています。こちらの2本のチェストストラップをしっかり締めていただいて、サイドのアジャスターベルトをしっかりと締めてあげることによってフィット感が増し、バックパック自体の左右の振れが少なくなることによって体への負担が軽減されます。次は、このバックパックのポケットや、こちらのエントランス部分を紹介していきたいと思います。まずはこちらのバックパックですけれども、一番上のトップの部分から大きくガバッと開くメインコンパートメントですね。で、サイド部分にこちらジッパーついてます。で、止水ジッパーついてますんで、開けていただくと、横から直接ダイレクトに中にエントリーできます。ボトム部分ですね、こちらのボトム部分にも、止水ジッパーついてまして、ここを開けていただくと、小さなポケットありますが、このように、ですね、クリップで留められている小さなバッグがついているんですが、こちらは、ゴミ入れです。ちょっとフランスの企業なんで珍しいんですけども、フルーツなんかの食べた後の、残り物はここに入れていただいて持ち帰っていただく、サステナブルを重視している製品になっています。はい、でメインのコンパートメントとは別で、背面部分に一つ大きな、ポケットついてます。こちらはハイドレーション、ハイドレーションは1リットルのハイドレーションが最初から、装備されています。収納時のコンパクトさ、優れたフィット感、使いやすい収納、3拍子揃ったこちらのバックパック、次のハイキングのパートナーとしていかがですか？